今週は入浴時に行う静的ストレッチですね。これを3つ紹介させていただきます。寝る前のね、寝る前の 2,3 時間ほど前に入浴をしながらですね、この静的なストレッチをしていただければですね、リラックスしてですね、1日の体の疲れも取れることでしょう。そして、快眠に導くことができるものと考えております。はい、入浴時のですね、静的ストレッチ、まず、両腕上げ伸ばし、これをやってもらいましょう。両手のですね、甲を合わせてみてください。そしてですね、息を吐きながらそのまま腕を頭の上に伸ばしていってください。そこで十分息吐いて、ふーっと吐いてストレッチですね。はい、楽にして、はい、もう一回息を吸って吐きながらゆっくり伸ばしてストレッチ。余裕があったらそこから少し手を右、体を少し倒すようにしてストレッチしましょう。はい、反対、息を吐きながらふーストレッチですね。はい、楽にしてください。はい、次は体ねじりストレッチをやってもらいましょう。あぐら座り していた位置からですね、そこから右膝だけ立ててください。そうです。そして左の肘をですね、右膝の、立てた右膝の外側に置いてください。で、息を吐きながら右を向いて体をねじってストレッチします。そうですね、体のストレッチなんですね。はい、反対、ゆっくり、はい、肘、外につけたらぐーっと息を吐きながら体をねじってストレッチしましょう。はい、いいですよ。次は膝裏伸ばし、これをやってもらいましょう。軽く膝を曲げて座っている状態から片方の膝の後ろ、裏側をですね、両手でこうで外してください。そして息を吐きながら足を、上に上げて膝の裏をストレッチします。そうです。はい、楽にして、はい、反対やりましょうか。膝の裏持ってですね、はい、ゆっくり息を吐きながら膝を伸ばしていってストレッチです。膝裏ね、ストレッチしますね。はい、もう一回ずつやりますか。はい、ストレッチします。その時にですね、足首もですね、ぐーっとストレッチ、上に上げてですね、反らしてください。そうするとですね、ふくらはぎもストレッチされます。はい、反対もやってみましょう。で、膝を伸ばして、少し足上げて、つま先反らして、膝裏とふくらはぎのストレッチとなります。はい、よろしいです。入浴時にですね、体の疲れをですね、取るためにもこのような運動、ストレッチ体操をね、やっていただくことが、快眠にも結びついていくと思います。ぜひ取り入れてみてください。